車とは宜野湾市大山ある就業支援事業所、みんなで就職目指して訓練するところなのだ。始まりました。皆様明けましておめでとうございます。もう一回いきましょうか。皆様明けましておめでとうございます。はい、ということで、はい、ククルマのスタジオ、略してククスター。はい、ククスターは毎週金曜日11時半から12時30分間生放送でお届けしております。本日のお相手はこちらから、どうぞ。上間千恵子です。そして石川由紀です。で、おまけの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、明けました1月4日金曜日のククスタ、今年初のラジオ生放送です。イエーイ。よっしゃー。イエーイ。イエーイ。イエーイ。はい、さあ平成31年2019年始まりましたけれども、今日も一発目からなんか外晴れてますね。はい、晴れてます ね。気持ちいいですね。今日 朝からもちょっと清々しい感じでね、スタートできたんじゃないかなと思いますけれども、はい、皆さん、お正月休みはどうでした？どっか行きました？どっか行った人いる？ジェコさん、どんな？特に行ってません。あ、特に行ってませんか。ヨシキさんは？あ、自分もあんま行かなかったですね。あ、そっかそっか。実はエアさんもそんなに行ってないんじゃない。もう今年の正月は、まあ寝正月ではないんですけども、お家でゆっくりするっていうね。はい。お家でゆっくりした人。はい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 。ね。そうですよ。もう休みなのでね、ゆっくりできたらいいかなと思いましたけれども。はい。で、まあ今日から言ったらね、仕事始めではありますね。まあ仕事始めの方もね、結構多いんじゃないかなと思いますけれども、はい、吉木さん、今日ね、僕ら普天間神宮のところ前通りましたけどね。あ、はい、ね、なんかお祭り騒ぎになってましたね。ね、お祭り騒ぎでしたね、本当に。はい、めっちゃ人いっぱいいたんじゃないですか。うん、はい、いました、いましたね。はい、まあまあ通例のことをなんでしょうけれども、例年ね、はい、この普天間三叉路のね、もう三叉路のところもずっと人もね並んでからね、はい、で車もめっちゃ混んでましたね。はい、たくさんいましたよ。まあまあ多分ね、初詣とかはね、皆さん休みの間にね、家族で行ったりしたなという方が多いかなと思いますけど、今日からね、初仕事、はい、の方が結構いると思うので、今日ね、会社の初詣みたいなね、うん、ところもね多いんじゃないかなと思いますね。うん、だからもういっぱい人いたんじゃないか。だからスーツの人とかね、結構いましたよね。ね、吉木さんね。はい。ね。そう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 。はい。さあ、ということで、新年一発目ですので皆さん元気よくやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、今日のテーマは吉木さん、何でしょうか。今日のテーマ、新年一発目にやりたいことですね。あ、そうですね。あ、そうですね。それも踏まえて、はい、全部初ということで、はい、今日のテーマ初、うん、まあ、新年やりたいこととかね、あとやったこととかね、うん、あとまた初夢何見ましたかとかね、まあそういうのもね、あると思います。初日の出とかもね、初詣もそうですけども、はい、今日のテーマ初ということで、うん、はい、やりたいこともう話していきましょうかね。はい、はい、今日のテーマ初です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ吉木さん、よろしくお願いします。大丈夫ですか。ククスタではメッセージを募集しています。はい、
メールアドレスは 761@fmkoza.jp。 メールアドレスは 761@fmkoza.jp。 fmkoza.が入るんですね。あ、はい、fmkoza.jp。はい。ファックスは 098-934-8653、098-934-8653。はい。また FM 小座では YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声を配信しています。はい、FM 小座のホームページから見ることもできますので、そちらでもお楽しみください。はい、Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ググスタは株式会社十太郎ホーム、株式会社具志堅パン、有限会社サキコーポレーション、有限会社沖縄機構、株式会社フレンズ&ファイブ、宣伝説株式会社、オリジンコーポレーション、エイトマンズシーバーグ、各社の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。さ あ, あということで、ですね、今日曲ね、これから流していきたいんですけれども、曲をですね、去年も一応流したんですけども、ちょっとね、平野さんこれ好きなんでね、流していこうかなと思っておりますけど、年末のね紅白にも出ました。はい、沖縄のアーティスト、いきましょう。ダパンプで USA です。どうぞ。
はい、お届けした曲はダパンプで USA でした。もうね、もう年末からこの USA はもうチャー流れでしたね。流れてましたね。紅白もそうですし、レコード大賞も、いや、レコード大賞は乃木坂でしたよ。乃木坂か。あ、レコード大賞でも歌ってたね。はい、歌ってたね。はい、あとなんかあの、え、カウントダウン TV とかのやつのも歌ってたんじゃないですか。ああ、そうなんですか。年末のね、年末 歌番組というか音楽番組結構多かったですね。ね、長いことね、はい、5時間とか6時間とかね、はい、やってるのもね多くて、でそれにも結構出てましたけどね。はい、ダパンプで USA、まあ、今年ね、今年もちょっと応援していきたいですね。はい、さあ、1月4日金曜日のククスタ、今年初のククスタでございますけど、生放送ね、はい、ですけれども、今日のテーマは、初ということで、今日のテーマ初、まあ、初詣の初とかですね、はい、何か初に関わる、はい、選択していきたいなと思っておりますけれども、はい、誰からいきましょうか。吉木さんからいく。はい、はいはい、初ですけれども、さっきなんか、やりたいことみたいな話もしてましたね。あ、なんか海外ドラマみたいですね。去年結局見れずじまいだったんですよ。はい、そうなんだ。はい、なんかあの見たい海外ドラマはどんなのがあるんですか。まあ、前に言ったなんかグリムっていうドラマとか。あれは言ってましたね。はい、他のも見てはないんですけど、うん、面白そうなの結構ありますよ。結構あります、はい、おすすめ。じゃあそのグリム。あ、はい、他にもあれですよね、なんかグリム童話の、グリム童話のなんかこの裏話じゃないけど、なんかそういう伝説みたいな、ちょっと怖い系じゃなかったですか。はい、ミステリー。はい、サスペンス。あ、なんかそんな感じです。そんな感じ、ね、ちょっと怖そうなやつね。吉木さん、こういう怖いのとか結構好きな感じ。はい。あ、そうだよね。だって、はい、あの不思議な話とか怖い話ね、夏とかね、よく話してくれましたからね。はい。あ、いいですね、はい、他になんかおすすめあります？グリム、グリムと、あ、なんかアンダードームってやつと。アンダードーム。はい、どんなお話なんですか。ちょっとどういうのかは分からないですけど、面白そうでしたよ、予告編見たら。へ、他にも、はい、ズーっていうドラマとか。ズー、はい、ズーは動物園のズーですか。あ、それです、それ。はいはいはい、なんか面白そうでしたよ、ズーっていうやつ。おお、どんな感じだった予告は。なんか動物がなんか脱走するんですよ、動物の中に、昆虫とかも。はいはいはい、はい、それでなんかパニックになるっていう。はい、へえ、これもあのアメリカのドラマってことは、この続きものってこと。はい、むしろアメリカだから、うん、海外だからこそできるやつだと思います。日本じゃ絶対無理ですよ。ああ、まあそうね、はい、なかなかイメージ湧かないというか、なんかこういうなんか動物がこうわーって逃げたりとかね、なんかそういうのってなんか日本というかアメリカのイメージがちょっとありますね。はい、ね、怪物とかね、そういうの出てくるのね、はい、うん、日本の場合なんか妖怪とかになりそうですけどね。はい、ね、あ、いいですね、海外ドラマね。っていうこと、海外ドラマって見たことあるんですか。多分見たことぐらいだけど、うん、どんなの見ました。フルハウスとか。あ、フルハウス懐かしい。フルハウスありましたね、うん、これあの2チャンネルとかでもやってたんです。NHK でもやってます。で NHK でもやってましたね、うん、夕方ぐらいにね、うん、今もなんか新しいのとかやってますけどね。あ、もうフルハウスもう世代ですね、うん、僕らの世代ですね。はい、男女5人ぐらいのなんか恋愛模様みたいな、なんかそんな感じ、なんかドタバタの感じのね、コメディですよね。コメディね、面白かったですよね、はい、あれちょっと見直すっていうのがいいかもしれないですね。だ、海外ドラマ見るね、吉木さん、いいですね。はい、なんか韓国ドラマもあるんじゃないですか、海外ドラマで言ったら。ああ、ありますよね。吉木さん、韓国ドラマあんま見ない。いや、見ないですね。なんかでもなんか光と影っていうの面白そうでしたよ。ああ、韓国ドラマの。はい、光と影、はい、あ、これもおすすめ。
はい。ああ、いいですね。千恵子さんは韓国ドラマは見たことあるよ。冬のそなたとか。ああ、冬のそなた。ヒョンジュンが出てる。はい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 。出てますね。イケメンが出てますね。ああ。ペヨンジュンさんは今、まだ活動、まあ、こんな言ったらファンの方怒られるかもしれない。はい、やってるんですかね。ああ、最近見ないですけども。ああ、いいですね。これまた見直すっていうのもね、いいかもしれないですね。はい。はい、YOSHIKIさん、ありがとうございます。はい。今日のテーマ、初ということで、はい、初何々みたいなのね、はい、話しておりますけれども、はい。千恵子さんは？はい。はい。初、明けメールが届いたですね。何ですね。何明けメール、明けましておめでとう。明けましておめでとうメール、はい、あ、届いた。はい、届きました。はい、これはどなたから届いたんですか？お母さんから。お母さんから？ああ、よかったね。明けましておめでとう。はい、もう最近はね、年賀状よりちょっとメールの方がね、まあ、手軽っていうのもあるかもしれないですけどね。年賀状は出しました？今年は出してない。出してないね。よしきさんは？年賀状。ああ、自分も出してないですね。そっか。はい。やっぱりもう、もっぱらメールとかですかね。明けましておめでとうとかは。あと電話とかかな？電話も多分あるはずね。ね、あるかもしれないですね。ステーションいっぱいいるはずね。ね。よしきさんはこの明けましておめでとうはメールとか電話とかはあんまりやらないですか？あんまりやらないですね。そっかそっか。はい。映像もね、メールとかでね、最近 LINE がねちょっと多いかもしれないですね。この LINE のスタンプとかね、もういっぱいありますからね。いっぱいある。金が新年明けましておめでとう、今年もよろしくお願いしますみたいなね、ありますからね。まあちょっとね、有料だったりするからね、ちょっとね、まあまあ、あんまりかけすぎるとね、大変なことになりますからね。あ、いいですね、明けましておめでとうメール。そうですか、はい、ありがとうございます。他にありますか？明けましておめでとうメール、まあ、初、ですね、1月1日の一番最初に食べたものって覚えてます？よしきさん、1月1日ですか？そう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 。ああ、そういうのはちょっと多分覚えてないですね。覚えてないですか？はい。ねえ、これ皆さんもね、あれ、はい、何食べたかなと思って、初食べたものなんかなと思って思い出してみたら、皆さんカレーでしたね。カレー、正月からカレー食べてました。大体皆さんね、なんかおせち料理は？おせち料理食べました？おせち料理も食べてないですね。はいはい。なんか作ったりします？チェコさんはどんなですか？おせち料理。料理得意じゃないです。あ、まあ作ってないってことね。もう食べてもいない。うん。年越しそばはしました。あ、年越しそば。皆さんも年越しそばした。年越しそば。よしきさんは年越しそばした？あ、してないですね。年越しそばって。あ、そっか。はい。ね、なんかどっちかというとこのおせち料理よりは年越しそばを食べるようになりましたね。あ、そうですか。そう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 。はいはい、まあ手軽っていうのもあるんでしょうけども。はい。で、年越しそばはね、はい、皆さん沖縄そばで食べるんですけど、最近ね、三枚肉をね、自分で作るっていうのがね、ハマっておりますよ。三枚肉自分で作れる？作れない。作れないよね。皆さんも初めて作ったってば。これが結構美味しいですよ。ちょっとチャレンジしてみてもいいかなと思います。意外、まあ、ちょっと時間かかりますけどね。はい。そんな難しくなかったりするんでね。そうですか。そう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 、はい、そうなんですよ、はい、さあ、今日のテーマ初ということでね、はい、いろいろ読んだくしておりますけども、一旦 CM 行きましょうね。はい、一旦 CM でーす、はい、
さあ1月4日金曜日のククスタ今年初め最初の生放送をお届けしておりますけれども、今日のテーマは初ということで、初何何とかね、初めて、今日初仕事とかね、はい、ありますけれども、はい、何か初について質問とか、またなんかちょっと話したいのとかあります？なんかあります？よしきさんからでもいいですよ。特にないですね。今のところないか。はい。チェコさんは？雪だるまを作りたいですね。大きいの。あ、雪だるま。雪だるまね。沖縄雪降らんかない？降らないですね。降らないですね。うん。やっぱりちょっと内地行かないと。でも内地もね、最近寒い日がね、続いてたみたいでね。今日は特別ね、沖縄ちょっとあったかいような気がしますけど、今日最高24度まで上がるそうですよ。はい、24度まで上がるそうですよ。はい、うん、そうなんですか。そうなんですよ。はい、はい、まあ、だいぶ暖かくなったなって感じしますけどね。はい、雪ね。昨日あんな雪のテレビやってましたね。見ました。はい、あれ普通、なんかその続きのやつもやってた？やってたけど見なかった。ああ、見えなかったか。ね、ああいうの見るとね、ああ、雪ちょっと憧れたりね、しますけどね。沖縄で雪降らんかなーっつってね。うん。なんか子供はね、雪見たいっつってからね、しょっちゅう言いますよ。そう。なかなかね、まあ、ちっちゃい時はね、雪見たいっつってね。どんなのか分からないみたいなね、話よくしてましたけども、今もね、うちの子供はしますけどもね、内地の方にね連れて行かないといけないなという感じはね、ありますけどね。はい、はい、今日のテーマ初ということでお届けしておりますけれども、はい、だ初詣、初といえば初詣、はい、これね、年末から年始にかけて初詣してる人っていると思うんですけど、お姉さん若い時ね、この年末12時過ぎて明けましておめでとうって言って、神社でお賽銭入れて、初詣して、でそのまま初日の出まで見るっていうね、そういうのもやったりしてましたけど、初日の出今年見れたんですかね？見ませんでした。見ませんでした。よしきさんどんなですか？まあ、自分もちょっと見ませんでしたね。はい、1日って何時に起きました？1月1日、7時8時ぐらい。あ、でも7時8時ぐらいだったらなんか間に合いそうだけどね。見なかった。見なかったか。よしきさんは？はい、何ですか？1日何時に起きました？ちょっと覚えてないですね。覚えてないのか。はい、そっか。もう皆さん11時ぐらいに起きたな。もうゆっくり起きましたね、久しぶりに。はい、もうめっちゃ休んでおりましたけども。はい、さ あということで、1月4日金曜日のククスタ、はい、今年一発目のククスタでございましたけれども、今日はね初ということで、みんなでね初何々をちょっと言うとくしていきましたけれども、さ あ1月ね、今年も始まりましたので、はい、今年もね、皆さん、1年間ククスタまたよろしくお願いしますということで、はい、またね来週毎週金曜日やっておりますので、ぜひまた聞いてください。よろしくお願いします。もうなんか大丈夫かな。はい、はい、ということで、また来週ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。本日のお相手はこちらから、どうぞ。上間千恵子です。そして石川由紀でした。はい、おまけの部屋でした。また来週聞いてください。はい、さよなら。さよなら。